はいはい、長崎休みます芸人の長崎亭キヨちゃんぽんです。 OK ケヨー。というわけで今日私はですね、長崎市浜の町に来ております。もう長崎一のね繁華街なんですけれども、ちょっと天気がね曇り空で雨が心配だなーなんつって、でもまあ長崎は今日も雨じゃなくて曇りだった的なねー言うとりますけども、さあ今日紹介するのはですね、長崎人に愛され続けるうどん屋さんなんです。いや中継かよ。というわけで今回のテーマ、つるつる入ってくる絶品うどん、長崎県からはこちらのだしぼんずをご紹介します。だしぼんずのオーナー山田満さんです。よろしくお願いします。こんにちは、よろしくお願いします。通称まんちゃんです。イエーイ、ちょっとマスク取ってさ、顔が一発にしてくれんねちょっとよかよちゃいますか。はい、どうぞ。出ました、長崎の小栗旬いただきました。またそれありがとうございます。はい、ありがとうございます。もう同い年でね、ちょっと付き合いもね古いんですよね、実は。そうね。はい、ではまんちゃん、はい、ここだしぼんずでいただける長崎の絶品うどんは何ですか。五島うどんです。出た、五島うどん。五島うどんとは長崎県五島列島で生産されているうどんです。椿油を塗って熟成させるのが特徴。伸ばしと寝かせを繰り返し、細麺ながらも強いコシを持っています。長崎県を代表するうどんなんです。その中でも最高峰と言われている新上五島町にある増田製麺の五島うどんをだしぼんずでは使用しています。早速だしぼんずのおすすめばいただきましょう。はい、お待たせしました。来た来た、地獄泣きです。出た、地獄泣き、美味しそう。やっぱ五島うどんといえばまずは定番の、そうですね、地獄泣きよね。これ食べ方は、そうね、食べ方はね、うちでは2種類、この卵醤油とあごだし、2パターンの食べ方ができるわけね。はい、はい、OK、 じゃああごだしからいこうかな。どうぞ。うわー、綺麗な色してるわ、この麺もさ、うん、だしもさ、ふー、いただきます。うん、うまー、うん、やっぱ五島うどんちゅうたらさ、うん、細かけどコシがある、うん、そう、よしとね、それが特徴ですよ。はい、はい、でもこうツルツルと喉越しはめちゃめちゃ良かよね、うん、そうね、うん、でこれこう麺をすすった時にまずこの五島うどんの小麦、うん、これがクワってくるね。そしてその後このあごだしのあごの香りが追いかけてくるっていう、やっぱだしぼんずという名前だけあって、このあごだしも相当こだわってる。そうですね、あごだけじゃダメだし、いろんな魚介だしをバランスよくこう入れてるっていう。あご以外にもミックスさせて出来上がった、はい、それがだしぼんずのだしです。さすがこだわってるね。
じゃあ次はネギに生姜、鰹節、薬味がたっぷり入った卵醤油でいっちゃいましょう。じゃあいただきましょう。ちょっと待ってよ、行きましょう。また違うな、まろやかになるね卵が。いやうまい、何にでも合うね。合うね、つるつる入ってくるわ。強いコシを持った五島うどん、ぜひご賞味あれ。続いてこちらも大人気、タイだしうどんをいただきます。すっごいもうタイの香りが、真っ白いスープですよね。まずはいただきます。うわうまいか。もうタイのアラとか、まあ、身とか、まあ、頭の部分とか、タイのエキスが出まくってますね。この絶品のタイだしを身にまとった五島うどんをいただきましょう。最高最高、マジでうまい。このめちゃめちゃ濃厚なタイのエキスが出たこのタイだしなんですけど、五島うどんのねこの香りも負けとらんってさね。こうお互いがこう引き立て合ってめちゃめちゃうまい。二日酔いの時とかね、ここのタイだしうどんしか食えん。おいわ、タイの切り身が入っとっても嬉しかよね。ここでしか食べれない長崎のタイだしうどん、ご賞味あれ。他にもでっかいごぼうの天ぷらがドーンと乗っかったごぼう天うどんや、長崎県産のハーブ鶏でしっかりだしをとった鶏だし親子うどんがだしボンズでは人気メニューです。こちらワンパクに行きたい人はセットメニューもありますよ。じゃあまんちゃん、はい、最後に今後の夢聞かせてよ。夢ね、うん、まあ夢はでっかくね、五島うどんを日本一のうどんにすると。よっ、きた。どうでしょうか。それがねこう長崎の PR にもなるしね。そう、いや、いけると思うけどね、本当に美味しいから。うん、五島うどんで長崎を盛り上げる。そう、まだまだ、まだまだ有名にせんばね。なるほど、なるほど。このだしボンズの五島うどんたちは、オーナーまんちゃんの情熱によって、こがん熱々になっとったとね。長崎の絶品五島うどん、みんなも食べてね。まんちゃん、ごちそうさまでした。